のできてることやできてないことをはっきり書いてくれてるから、そのことをまた次回の試合とか練習に生かそうと思っています。コーチ目線から自分たちやチームの雰囲気がどのようなこととか、自分が今どういうレベルでどういう現状にあるかっていうのを聞けたことです。それはたくさんあります。フリーキックの蹴る位置やコーナーキックの蹴り方やオフ・ザ・ボールの動き方などです。僕 B チームのキャプテンなんですけど、個人で聞くっていうのはちょっとかなり難しいので、ノートで聞くとかなり聞きやすいとか、そういう感じがします。自分が今意識できてない時とか、またこういうところを見捨てるなって思って、でその時に前に書いてもらったことを見返して、でもう一回それを思い出したりすることです。あります。試合の前日や試合の前の朝、サイドの仕掛け方やパスの出す位置などです。たまに書き始めた頃はプレーとか直感でやってたけど、今ぐらいになってくるとしっかり考えれるようになって、サッカーでも考えて意識できてます。試合のところでサッカーノートに書いてコーチからアドバイスをもらったことをしっかり意識してできるようになったところです。ゴール前のシュートのところを落ち着いて最後まで決めれなかったんですけど、坂井くんのノートで落ち着いて蹴るっていうのを書き続けて、ゴール前で落ち着いてシュートを決めれるようになりました。ゴール前の落ち着きです。相手に抜かれたらすぐ追いかける、食らいつくのは結構できてきました。まあ、最初の頃よりかはクロスとか縦パスとかがうまくできて、周りを見て状況を確認するっていうことはこの前よりも意識して見れてるようにはなってます。この子たち見始めたのが、まあ、4年生見始めて4月からなんですけど、そこから課題にちゃんと向き合いなさいっていう話はしてて、試合になったら当然一人とずっと喋ってるわけにはいかないんで、まあ、サッカーノートを通じて、個々に対してそういう課題をまあ伝えてあげて、それに対して改善の方法も伝えれるっていうところで、まあ、プレーはかなり、変わる子は大きくな、多くなってきたかなと思います。やっぱり学ぶ姿勢っていうのが第一に変わってきて、サッカー意欲、姿勢もやる気が出て真剣に取り組んでくれています。例えば分からないことが技術とサッカーノートを生かしてですね、僕が答えを出す、例えばこうしたらいいですよというアドバイスもサッカーノートを通じて使わせていただいているので、やっぱりプレー面でもだいぶ戦術も変わってきてますし、はい、すごく役に立ってます。